んにちは、キコです。このチャンネルでは思い込みのブレーキを外して人生に革命を起こす1億総ハッピー化計画ということで、皆さんと私の夢の実現をテーマに運気を爆上げしてサクッと幸せになる方法をお伝えしています。最初に一つお知らせなんですが、私の LINE 公式の方で、スピリチュアルを現実に生かす3つのコツと運気が爆上げする開運待ち受けをプレゼントしております。完全無料となっておりますので、よろしければ概要欄の方にリンクを貼っておきますので、そちらからお友達追加してみてください。それでは本日もいただいたお悩みにお答えしていこうと思います。お悩みは現在オンラインサロンスペースシップの方で募集させていただいております。こちらも概要欄にリンクを貼っておきますので、ご興味ある方はぜひチェックしてみてください。それでは今日も早速お答えしていきます。ニックネームはっぱさんです。いくつかの動画を見させていただいて、引き寄せの法則や自分との向き合い方、掘り下げ方を実践しているところなのですが、自分との向き合い方の動画の中でランチに行った例えのお話で、ふっと力が抜けた、何かストレスを感じていたことが分かったというお話をされていたかと思いますが、これはですね、私がそんなに、無理して行ってるとは思わなかった、ランチにね行った後に、力が体にね若干力が入ってるっていうことに気づいて、こうふっと緩めていた、こうふっと力が抜ける感じがしたので、あ、無理してたんだなってそこで気づいたっていう、何か感じてたんだなっていうのを気づきましたっていうことをお話ししたことがあるんですけど、要は体の感覚で無意識のうちに無理をしていたんだなっていうことに気づいたっていうことがあったんですけども、その分かった後はどうすればいいのでしょうか。その方とはランチに行かないようにすればいいのでしょうか。理由や原因が分かっても避けられない場合もあるときは、引き寄せの法則では固有名詞を入れると執着になるのでしょうか。感情とセットで願えば、あとは何も考えずに普通に生活すればいいのでしょうか。それとも何度も何度も願い続けていくのでしょうか。どの動画でもすごくわかりやすくてうなずきながら見ているのですが、それができた後はとか、その後は何をすればいいのなど、自分の中で疑問が出てきて立ち止まってしまいます。アドバイスいただければ嬉しいです。よろしくお願いします、ということです。はい、はっぱさん、ご質問ありがとうございます。それでは早速お答えしていきたいと思います。はい、たくさん動画見てくださって本当にありがとうございます。実践をねしようとしてくださったからこそ、こうつまずいたりとか引っかかったりして、ここからどうすればいいんだろうっていうのが出てくると思うんですけども、一つずつお答えしていこうと思います。まずですね、ランチのところで言うと、ストレス感じてたんだなって分かったとは、どうすればいいのかっていうことなんですけど、ここで、まず何に無理してたんだろうって自分に聞いてあげることですね。それがめちゃくちゃ無理みたいな、本当に、ああ、もう嫌だ嫌だって思ってたレベルじゃなくって、ほんと無意識だったんですよね。もうちょっと無意識にクッと力が入ってるぐらいだったんで、しかもそれが、顕在意識では思考の方ではすごく楽しいランチだったんですよ、私の時はね。だから楽しいのにこんなに力が入ってるっていうのは何だろうって考えた時に、例えばその人が好きだからこそいい風に見せたくてすごく言葉を選んでいたから力が入っていたとか、もう楽しくしたいあまりすごくこう面白い話しなきゃとか、ちょっとボケなきゃとか、そういうことを思いすぎて力が入っているとかあると思うんですよ。何も必ずしもその相手が何か不快だったりとか嫌で我慢しているとは限らないんですね。自分自身が勝手にそうやってちょっと無理をさせていることってたくさんあるんですよ。で、自分自身で気づかない程度のことって、結構そういう相手がすごく嫌とかっていうよりかは、自分が無意識にいい人に見られたくてとか、無意識にここは盛り上げなくっちゃって、こう、気負ってしまったりして、そうなってることも結構あるんですね。で、これに気づいたら、別にその相手が悪いわけじゃないので、別にまたランチに行ってもいいじゃないですか。でも、ランチに行くときは、前回の気づきをね、必ず活かしてほしいんですよ。じゃあ今回は、前回すごく盛り上げなくっちゃって、変になんかこう気を張ってしまったから盛り上げなくてもいいや、ちょっと無言の時間があってもいいやっていう風にあえてやってみようとか、私はねそういう風にやるんですよ。あえて無言の時間を作ってみようとか、途中でちょっとあえて携帯を見てみようとか、なんかそういう風にね
もう面白くない時は無理して笑わないとか、変にこうなんか笑わせようとしないとか、自分の中で気づいたら次はそれをやらないで自分をリラックスさせてあげようっていう風に決めるだけでいいんですよ。でもそれを逆にね掘り下げた時に、やっぱこの人のこの発言が実はすごく嫌だった、あの時は場の空気を悪くしたくなくて笑ってはいたけど本当は嫌だったとかっていうことに気づいた場合は、次に会った時にそういうことをまた言われたらそれ私嫌なんだって言おうって決めて言ってもいいし、そこでよく考えたらあの人って毎回嫌味っぽいこと言ってくるのに私がいつもヘラヘラ受け流してたなって気づいたとしたら、もうその人と会わなくてもいいやってなるかもしれないですよね。それならそれで OK なんですよ。だから、その何かストレスを感じてるなって思ったら感じてるなで終わらせずに、何が嫌だったのかとか、なんでストレスを抱えてしまったのかっていうところを自分と向き合って掘り下げていくと、次に何をしたらいいかっていうのは分かってくると思います。で、あとは理由や原因が分かっても避けられない時はっていうことなんですけど、場合によっては、お友達とランチとかだったら別にこうやって行かないとかっていう選択ができると思うんですけど、例えば、絶対に顔を合わせなければいけない職場の人だったりとか家族親戚とかだった時はなかなか会わないっていう選択は難しいと思うんですね。で、これはもう0100の話じゃなくて白黒はっきりつけなくてもいいので、その時自分ができる最善をすればいいんですよ。だから仕事だったらなるべくあの人と関わらないでいい方法を考えようとか、家族でもそうですね。家族の中でここまでね自分が作らなきゃいけないほど無理してる状況がもしあったとしたら、そもそも自分の問題なんですけど、例えば義理のお母さんがとか、家族といえどみたいな、ちょっと難しいな自分のままでいくのはっていう時は、本当は一番いいのは自分の本音を伝えていくっていうことなんですけど、場合によっては話が通じない人だったりとか、言うとすごい毎回大変なことになってしまうみたいな場合は、なるべくもう無難に相手に話を合わせるとかしてもいいんですよ。だけどこれは自分の中でこれは私はすごく嫌だって思っている、お母さんが、例えばね義理のお母さんがいつも嫌味を言ってくるとか、子育てに口出しをしてくる、嫌だなって思ってるっていう、ここの感情は認めたまま嫌だな、でも本当は言い返したいんだけど、そうなって喧嘩になってなんか旦那さんとか巻き込んで大変なことになるのが嫌だから、あえて私はここで我慢するっていう風に決めるのも一つなんですね。これをねやっていい時とやってはいけない時があるんですけど、とにかく私が我慢すればいいってなってる時はよろしくないんですね。今までずっと我慢してきた癖がある方は一度はねやっぱりバンジーとしてはっきり言ってほしいんですけど、はっきり言っても全然伝わらない相手とか、余計にひどくなる相手っていると思うんですね。そうなった時は私は今怒っている、だけど自分の身を守るために少しでも快適にいるためにあえてここはスルーしますみたいな感じで決めるのも一つです。で、それはポイントとしては私は怒っていないってしないで、あんな人に怒るなんて同レベルだから私怒ってませんとかってやる人がいるんですけど、それやると自分に嘘をついてることになるんですよ。だから私めちゃめちゃあの人に腹立ってる、で怒りたいし怒ることもできる、もうすでに過去にやったから怒ることもできる、だけどここはやらないっていうのは OK なんですよね。だからそういうふうにできる最善策をするっていうことは、それで自分を守るとかより少しでも快適な状況にするっていうことはできるはずなんですよ。ただ大事なのは一度もやったことないんであれば一度はこうはっきり相手とぶつかるとかやった方がいいですし、あとは自分の感情には絶対嘘をつかないこと、それを認めた上で行動はどうするかっていうことを対策として変えることは OK です。はい。であとはですね、引き寄せの法則では感情とセットで願い合えばあとは何も考えずに普通に生活すればいいのでしょうかっていうところなんですけど、基本的にはそうです。ただ、願った上でできれば実際の行動も一緒にやった方が早いんですよ。願ってるだけの時っていうのはそっちに進んではいるけどちょっと遅いんですね。エスカレーターとか流れていく歩道
立ってるだけちょっと流れていくやつあるじゃないですか、空港とかにあるやつ、あれに乗ってるような感覚なんで、まあほっといてもそっちには行くんですけど、プラス行動してあげた方が、その上をさらに歩いていくような感覚、要は加速するんですよね。だから、まあ、基本的には感情とセットで願いは絶対叶うんですけど、みんななんでじゃあ叶えられないかって言ったら、そこのタイムラグ、叶うまでの間に待ちきれなくて諦めちゃったり心が折れたりとかするから叶わないっていうことが起こるんですね。だったらこのタイムラグをいかに短くするかと、いかにいい気分で待てるかっていうことがめちゃくちゃ鍵になってくるんですよ。でいい気分で待てるかっていうことは、葉っぱさんがおっしゃったみたいに、まあ、何も考えずに普通に生活をするとか、変に執着にならないでいればこのタイムラグっていうのは気分よく過ごせるんですけど、だけどあまりに長いと、まだっていう気持ちがどうしても人間出てくると思うんですよね。やっぱり叶わないのかなと。だったらちょっと短くしてあげた方がいいじゃないですか。だからそういう時に私はちょっと行動をね入れて、そのタイムラグを短くしてあげるといいですよっていう風に言ってるんですけど、その行動も今できる一歩でいいんで、小さい一歩でいいんですよ。いきなり大きなことしようとすると、あ無理だ、もう私にはできないっていう風に心折れちゃうので、例えば海外にいつか住みたいなっていう風だったら、その国のどの辺に住みたいのか、どんなお家を建てたいのかとか、そこで住むとしたら実際に家賃はどれくらいかかるのかとか、ビザはとか、現実的なところを調べてみてもいいじゃないですか。でもこれポイントは、調べていくうちにどんどん無理そうってなってくんだったらあまり意味がないんですね。家賃とかビザとか見てうわーってもう下がっちゃうぐらいだったら一回今はやめといた方がいいんですけど、でもこの辺にこのエリアに住みたいな、住むならこんなお家がいいなって考えて、その写真とか動画を見ているんだったらワクワクできるじゃないですか、うん、だから今ねワクワクできることをやっていくといいですね。こんなお家住みたいとかって、今すごく便利な時代だから YouTube とかネットとかでたくさんね見れるので、そういうのを見て、あこの辺がいいとかって思っておくと、例えばそこに住んだことがあるよとか行ったことがあるよっていう人から次話がねこうキャッチしやすくなるんですね。でもアンテナがすごくしっかり立つんですよ。実際にこの辺がいいとかイメージしてこんな家がいいとかって思ってると、そういう情報がどんどん入ってくるようになるの でそういう人とかに会いやすくなるんですね。それを実際にされている人とか経験した人に会うので、そしたらじゃあどうやってそうやって住んだのとか、ビザはどうなったのとかって調べなくてもこう聞けるようになってきたりするんですよ。でそれを聞いてたら、そのネットで見た時はうわ無理って思ったのが、実際やった人から聞くと全然簡単だったよとか、なんか意外にこうすればねうまくいくよとか、今便利なこういうアプリがあってそれ使えば楽にいけるよとかって結構教えてもらえるんですよ。私だったらね、最近ハワイに住みたいなって思った時があって、でそのハワイに実際ね移住された方にお話を聞く機会があったんですよ。でも英語とかって大丈夫なのって聞いたら、全然Google 翻訳とかでこう喋ったらこう出てくるから、こうやって見せたらいけるよとか、意外に簡単な英単語ぐらいで全然いけるよとか、家借りるのも全然大丈夫だったとか、日本のがよっぽど厳しいから日本の基準で考えなくていいよとか、まあ、いろいろ教えてくれるんですよ。そうするとなんか大丈夫かもみたいな気持ちになってくるんですね。そうすると、まあ、今はまだすぐにねこう行くとかっていう風に私は自分の計画の中ではないので、今すぐ動こうとは思わないけど、あそれくらいのお金あったらいけるんだとか、意外に英語勉強してからじゃなくてもいけるんだとか、いろいろ情報が入ってきて、あなんかいけるかもっていう感覚になってくるんですね。でこのいけるかもってなってる感覚っていうのが引き寄せを一番加速するエッセンスなので、こういけるかもってなるまでプラスの情報を入れたり、リアルな情報を得たりして、本当に自分でもできそうってなるのがコツなんですね。これが引き寄せの一番のコツなんですよ。なんかいけそうって思ったら絶対なるんで、だからポイントはまずイメージして、願いと感情セットで、イメージしますよね。で、ワクワクする情報を取り入れます。わあこんなとこがいいとか、こんなことしたいっていうのを入れておくと、次情報が詰まってきます。で情報を聞いて、あなんかいけるかもってなったら、もうさらに加速するんですよ。だからこのタイムラグがめちゃくちゃ短くなるんですね。そうするとどん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 引き寄せ体質になっていきますし、今風の時代も後押しして、今までよりさらに引き寄せっていうのは全員にこれ追い風吹いてるんで、全員がこのタイムラグが短くなります。今まで5年ぐらいかかってきた人
人は1年とかでいけるし、1年かかってた人は数ヶ月でいけるようになるみたいな、どんどん早くなっているんですね。でもね、もう全く行動がゼロだし、全く調べもしないし、なんか本当にただの文字としてこう形だけでノートとかに書いても本当なんか何にも来らないんですよだからね、やっぱりこの感情を伴うことと、その情報を入れていくに伴ってどんどんこう現実感が増してくるっていうことが、これ引き寄せたい未来が近づいている証拠なんで、そこまではやっぱり行動もセットでやられるといいと思います。何もこう辛い努力とかそういうことを、計画を立ててとかっていうことをするっていうわけじゃなくて、自分がよりリアルに思い描けるようになるための行動だったり、よりワクワクするための行動は積極的にしていかれるといいと思います。はい、ということで、本日はこれにて解決とさせていただきます。葉っぱさん、ご質問ありがとうございました。本当にいいご質問だったと思います。皆さんぜひね、ご自身に当てはめて、引き寄せの法則だったりとか掘り下げを実践してみてください。本当にいいご質問だったと思いますので、皆さんもぜひご自身の掘り下げや引き寄せに生かしてみてください。はい、ということでですね、最後に一つ私の方から、お知らせなんですけども、この度角川さんから、私の初の書籍、風の時代は好きなことで稼ぐが発売になりました。今日のね、お話、動画の中でもちょっとお話をさせていただいたんですけど、風の時代って本当に追い風になっていて、今までよりも引き寄せが早くなるんですよ。で、願望実現もすごく早くなりますし、豊かさとかもかなり早く集まってきます。私自身これは実験して体感していることなんですけど、風の時代のやり方をちょっと先取りして、土の時代の終わりぐらいからやっていたんですけども、本当に好きなこととかワクワクすることだけやってたら、豊かになれるのかっていう実験をしたら、1年で年収が10倍になったっていうことを、書籍の方でお話ししています。実はこの書籍ではその1年で10倍ってことだけところの部分書いてるんですけど、実際にはどんどんこう倍っていう感じで増えていっているので、今でも実験継続中なんですけども、これもね、私の書籍を読んでいただいて、あ、そうなんだ、そうやってやるんだ、だったらできるかもっていう状態にしていただくと、あなたが望んでいる未来もやっぱり引き寄せやすくなりますし、タイムラグもかなり短くなってくると思いますので、やっぱりこういうね、情報をぜひ取り入れていただいて、引き寄せを加速していただきたいなというふうに思いますし、風の時代を味方につけていただきたいなっていうふうにも思います。全国の書店さんでもご購入いただけますし、概要欄の方に Amazon の、リンクも貼っておきますので、よろしければそちらからもご購入いただけますのでご覧ください。はい、というわけで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が、少しでも参考になったよとか面白かったよっていう方は、いいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。私の夢であるチャンネル登録100万人達成をぜひ応援してください。そしてあなたの夢が、実現するお手伝いもさせていただきたいなと思っております。また次回の動画でお会いしましょう。キコでした。風好き出版記念として無料プレゼント講座やっています。風好き専用 LINE を友達追加して参加してね。